地積基金会本部正指導地積基金会は台湾の仏教系の慈善団体。陰淳の弟子の釈唱言によって1966年4月14日に台湾の河蓮県で仏教活難地積ミ駆読会として設立された。地積の由来は慈悲ため懐、再生スクイジン層が主婦グループを主導したことに始まるので、女性が主要メンバーとして活動することで知られる。 釈将元とその死の因順は人間仏教を理念に置いた。家々に観音様、各世帯に阿弥陀如来を展示て、人々を観音様に、おのおのを阿弥陀如来にとし、仏教精神を個人化、生活に落とし込んだ。最初は30名の会員で結成され、事前運動を始めた。この頃の活動は募金と貧民救済であった。 後には止める者に、貧者救済を進めることを目標とし、無縁代費、同体代費を掲げ、会員には、仏心を己の心とし、死の志を己の志とするように求めた。その後は、四大修業、八大法院を主要業務とした。事業を行うときは、尺小言の世界に三つのいないを原則としている。それは、世界に私の愛さない人はいない。 世界に私の信用しない人はいない。世界に私の許さない人はいないである。仏法の人間化を理想とするため、その事業運営にあたっては、民族、宗教、国籍を問わず、他の宗教や民族を貶めることはしない。国際救援活動に際しては、1、政治や商売の話をしない。2、会の宣伝をしない。3、仏教を広めない。 お規則としている。仏教地図み総合委員台北文院基金会の4、大修業、8大法院とは、法師、医療、教育、人文、国際支援活動、骨髄バンク、社会ボランティア、環境保全である。医療1986年にカレン氏に設立した仏教地図み総合委員のほか、文院を台湾各地に設立し、地域医療の充実に貢献している。 2000年には各地の医療ボランティア組織を統合して国際ジズミニー会を設立し災害時の医療活動に従事している。教育1989年に看護学校ジズミ技術学院を1994年に医科大学ジズミ大学を設立し地域の特に先住民族の女子教育に力を入れ小学校から大学院まで仏教精神に基づく一貫教育を行っている。 地ズミ電波人文史業基金会地ズミ人文史業、中心地ズミ電波人文史業基金会は、4大史業のうちの人文活動を行う事業主体で2005年に開祖され、参加に大愛電子、地ズミ文化出版社、生死人文社などを持つ。台北市の地ズミ赤土園区に、地ズミ人文史業中心を置く。地ズミボランティアーは、仏教の信者の一員として、 釈迦様が定めた誤解と釈証原子の定めた戒律を守ることを義務付けられている。地ズはアジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアの54の国や地域で配布されている。基金会では、素職は会員に強養はしないが、活動や制服を着るときに素職を食べる。地ズ大学の学生も、素職や仏教信仰は強養されないが、 嘱食は奨励されている。岩手日本2011年8月31日、釜石台湾の団体が支援協定教育関係1億5460万円。ありがとうございます。